ここは福岡県のとある物流倉庫。大手家電メーカーの製品が次々とトラックに積み込まれていきます。 P 社、M 社、S 社、H 社など、行き先は福岡や佐賀の家電量販店やホームセンターです。家電業界では複数のメーカーが製品を相乗りで配送する、いわゆる共配が進んでいますが、その分野で福岡佐賀地区ナンバーワンの物流会社、それが株式会社柳川合同です。柳川合同は2022年に日本で一番大切にしたい会社大賞の審査員特別賞を受賞するなど、今全国が注目する一社です。やっぱ物流というのは今後なくならない。家具だけとかですね、家電の共配だけとかいったらですね、負けない技術は持ってると思います。普段私たちがあまり目にすることのない仕事現場に密着する業界の舞台裏ドキュメント。今回は柳川合同で物流を司るリーダーたちに密着し、最前線を支える仕事の働きがいに迫ります。株式会社柳川合同は福岡県柳川市に本社を置く総合物流企業です。福岡、佐賀、大阪、埼玉、神奈川などに営業所を置き、日本全国に配送網を持っています。2020年1月には柳川市内に2000坪の物流倉庫を新設するなど、事業の拡大を続けています。中でも福岡における家電の共配シェアナンバーワン、大手家電メーカー各社から高い評価を得ています。単に物を運ぶのではなく、お客様の商品を心を込めて運ぶとともに、お客様の心を運びますという思いを込めて新運を方針としています。柳川合同には大きく2つの事業があります。荷主さんから商品を預かって倉庫で保管する保管事業と、商品を配達先へ届ける輸送事業です。佐賀営業所の福山さんです。入社2年目から営業所の責任者を任されたという期待の若手です。10人の部下を束ねながら荷物の入出庫や保管、梱包などを担っています。結構重いもの持ったりするんで、やっぱり結構昔に比べたら筋肉がついたのかなと、まあ筋トレみたいな感覚なところはありますね。あとは結構やっぱりその荷物を扱ってたら、やっぱ商品に結構詳しくなるんで、知ってる商品を見かけたりするとちょっと嬉しくはなりますね。センターの仕事の醍醐味を聞くと、広い倉庫で何千点もの商品を管理するため、型番が見えるように配置したり、出入りの少ない荷物は奥に、頻繁なものは手前に置くなど、福山さんの采配一つで業務効率が大きく変わり、スタッフの残業が短くなったり、ワークライフバランスが向上したといいます。この辺とかだと結構よく出る商品になるんで、手前の方に置いて取りやすいようにしたりとか、あとこういう木枠の天板とかのが2メーター近くあるんで、結構奥の方だと作業がしづらいっていうのもあったりするんで、スペースを取れるような場所に保管しておくとか、そういう形でこういう感じで一応商品ごとの商品番号っていうのがあるんで、パッと見た時に分かりやすいようには工夫はしたり、自分が入ってくる前とかだと結構残業が多かったからですね、作業がスムーズに行えるように量を少し調整したりとか、ピッキングの時間が少し短くなるようにということで、分かりやすい表示にしたりとか、周りの人に支えてもらいながら今までやってこれてるのかなとは思います。柳川合同は全社で230台以上のトラックを保有しています。運行部はドライバーや荷主と連携を取りながら、いかに効率よく車両を動かし、荷物を目的地まで安全に届けるかをコントロールする、いわば柳川合同の頭脳であり、花形と呼ばれている部署です。最近荷物多いですか？たら明日5台でですね、予定しておきますんで。本社運行部の入社7年目、森さんです。ここでは少数精鋭の運行部隊で100台を超えるトラックを采配しています。大型ウィングゲートの小賀さん、平ボディの樺島さん、中型小型トラックの森さん、運行表を確認しながら、トラックの台数と荷物の量や重さ、納品先の数、ドライバーの運転時間の長さなど、あらゆることを同時に考え、トラックの配置を組み立てていきます。運行部
ていうのはやっぱり会社の中では核になる部分だと思いますので、まあ、そこを任せられてるっていう、まあ自覚を持って責任感もありますし、会社のその売り上げっていう部分に直結してくると思いますし、ドライバーさんのお給料っていうところに直結してくるんで、やはり重要な部分だと思います。物量の多い時期や突然来るお客様からの依頼に対してもドライバーが気持ちよく、そしてチーム一丸となって完遂できるように、普段のコミュニケーションにも心がけることがあるといいます。お互い気持ちよく仕事をした方がいいと思うんで、まあ、予定があらかじめ決まった段階で早めにドライバーさんに伝えて、帰ってきた時に今日どうやったとか、そういう仕事内容とか、まあ、全然関係ない普段の話とか何でもいいんで、とにかく話しかけるようにしてます。どうしてもこの荷物を明日運んでほしいとか、そういったこともあるんで、そういった時に対応できた時っていうのは、お客さんからやっぱりありがとうございますって言われた時は、ああやってよかったな、物量が多い時とか、まあ、ドライバーさんと一緒になって、まあ、作業したりだとか、と一緒にちょっといろんなことを考えたりして、そういう時にやっててよかったなっていうか、ああ楽しいなって思う時はあります。100台を超えるトラックを効率よく動かすには、交渉力やリーダーシップが求められます。人を育てる人であれ、これは柳川合同の合言葉の一つです。そうした人間力を柳川合同では代々先輩が後輩に受け継いでいます。日本中には知れ渡るような会社にしたいということもありますので、やっぱり人から信頼される、やっぱり何かあったらカバシマとか、やっぱりみんなが言ってくれるような人にまず育てていけば、やっぱり部署が大きくなったところでもみんなそれを見て育っていきますので、まあ、そういった部分ではやっぱりこう人的成長がやっぱり一番してほしい部分ですね。柳川合同の人は人としてやっぱすごいと、そういうふうな会社にしたいし、そういった方針でですね、やってます。挨拶をちゃんとする、履物を添える、整理整頓をする、掃除をする、そういった人として基本ここをどう必然と身につけていくかなというのが一番大切だと思うんですよね。柳川合同の設立は1954年、日本一の家具産地大川に近い柳川市を拠点に家具の輸送で成長を遂げました。その後、時代の流れに合わせて家具から家電、雑貨、コンビニ資材などへと取り扱いの幅を広げてきました。福岡県南部で例えば家具と家電やってくれたら、うちはナンバーワンの会社だと思う。家具だけとかですね、家電の共配だけとか言ったらですね、やっぱそうです、大和さんであると佐川さんであると負けない、やっぱ技術は持ってると思いますので、ですね、柳川市は市内をめぐる水路の川下りや詩人北原白秋の生まれ故郷として知られます。柳川合同ではトラックにこうした郷土の風景を描くことで、日本全国に柳川市をアピールする社会貢献活動をしています。中にはこうした PR トラックを見て入社を決めたという社員もいます。 PR トラックがあるっていうのを知っていいなって、ちょっと感動して、柳川を多くの人に知ってもらいたいという気持ちがあったので魅力を感じました。こちらは家具業界のブランド企業、株式会社関家具の本社、柳川合同の取引先の一社です。オフィスチェア部門の下條部長は同社のサービスレベルについてこう語ります。関東中心に輸送を、ね、やってますけど、そういったサービスの一環としてですね、アフターサービスを全部受け負ってくれてるんですよ。で、弊社の製品でもし何か不具合があった場合は、そこの担当の方が直接エンドユーザーとやり取りをしてくれて、要は家具店さんの方とのやり取りもしてくれるし、実際に使われているユーザーとのやり取りもしてくれる。なので、まあ、僕たちからすれば要はもうカスタマーサービスセンターみたいな動きをしてくれて、すごい助かってます。物流会社でそこまでやってくれてる会社さんはないと思いますね。センターの仕事と運行部の仕事を両方同時に担うのが営業所の所長です。こちら神野さんは関東にある3つの営業所を統括している所長です。あ、お世話になります。今月でどこでしょう。だっけですね。わかりました、予定入れておきます。はい、どうも、はい、失礼します。
お仕事受注でございます。受注おめでとうございます。これの積み重ねですね。神野さんの仕事はセンターとしての倉庫管理もするし、運行部としてのトラック配車も行います。さらに時には営業として動くこともあるといいます。営業所全体を見る、まるで社長のような仕事です。大阪の場合は黒田社長、栃木、広島、大阪、埼玉、いかに空っぽで走んないかっていうのがありますね。2011年に埼玉杉戸の営業所立ち上げを任された神野さん、そこから関東での仕事を徐々に広げ、今では3拠点40名の社員を抱えるまでに成長しました。本社もあるし、大阪もあるし、同業者もいるし、やっぱり一人の力は知れてるので、コミュニケーションを取りながらやっていかないといけないんですけどね。柳川合同の荒牧哲也社長です。人生の原理原則は一生小僧、万事修行で、日々の学びを大切にしているといいます。同社は今どんな人物を求めているのでしょうか。この仕事を通じてやっぱり人間的に成長して、やっぱみんなの自分の夢をちょっと描いてみたいと、価値の喜びを共に味わう、そういった仲間になってくれる人に来てほしいですね。最後に社員さんに聞きました。柳川合同での働きがいとは。若手とか関係なくて、この人だったらできるっていう人を選んで、そこで成長させるっていう多分風土があると思うんで、他の物流会社さん見ると結構年上の方が上に立ってるっていうのが多くて、若手の方は結構その走行作業だとか、そういうドライバーさんだとかっていう作業をしてる運送会社さんが多いと思いますね。それに比べるとうちは若手もいろいろそのチャンス与えられて、その責任者とかそういうポストについてる方も多くいらっしゃいますので、他の運送会社さんに比べたらチャンスが多いんじゃないかなと思います。でも結構地元の企業とのつながりも多いので、地域に根付いてるので貢献できてるんじゃないかなとは思います。入った時はトラック、自分が入った時は60台か70台ぐらいしかなかったんですけど、今も200台近いんですね。未来が明るいというかですね、やりがいを非常に感じますね。九州から関西、関東へとネットワーク網を広げ、成長を遂げてきた柳川合同。これからどこへ向かうのでしょうか。最終的に目標は最強最優の会社ですね。そこまで行けるように100の子会社を作って、100の社長で100の拠点、やっぱもういい人が集まって必然と働いて、で必然と回っていく、でそれをずっと一生続けていく、まあ、そういった会社にですね、なっていきたいなと、そういうふうに進んでいきたいなと思ってます。